時までバッチリ。褒めて褒めて。ショコラが教えてくれたんだよ。ガリ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 。にゃー、お兄ちゃんのなでなで気持ちいい。してたから、こういうの嫌だった？やめた方がいい？照れくさい？いつもと同じなのに？ココちゃん、ちょっといい？ふむ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 。どうしたのショコラ、僕どうかした？ココちゃん、おっぱいふわふわ、めっちゃぽよぽよだよ。やばい、超気持ちいい、ふっかふかですにゃ。え、そうバニラとはまるでボリューム感が違うというか、こう、すっごくいい感じでめっちゃふっかふか。それはありがとうなのかな。むむ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 む。これはご主人様のエッチな顔しちゃうのも仕方ないにゃ。はい？エッチな顔？エッチな顔。ご主人様がココちゃんにゴロゴロされてウハウハしてた。ウハウハ？ウハウハって。そんなわけないよね。僕なんか子供っぽくてそんな目で見れるわけないっていうか、お兄ちゃんから見たら手のかかるだけの猫っていうか、そういう魅力とは猫とスポンっていうかね。あくまで僕は猫で妹で色気もなくて頼りにならなくって自分で言ってて悲しくなってきたけど。え、そ
そんな意味じゃないって。お兄ちゃんは僕のこと、その、エッチな目で見れるの？めっちゃエッチだよ。今みたいな顔、ショコラも何かこうムラムラするもん。ムラムラ。ムラムラ、ムラムラって。ね、ご主人様、ムラムラしますよね。本日もソレイユ閉店業務完了であります。みんなももう帰った。ちなみにショコラは上で着替えてる。仕込み手伝うことある？あれば手伝う。了解した。テレビでも見てることにする。でもその前にご主人にお伺い。私がフォローしといたから問題はないけど、何か心当たりが？5時頃だからね、いろいろ仕方ない。何やらショコラもムラムラしてたし、ご主人の変態。主人、私は急用を思い出した。失礼つかまつる。
人様、ご主人様、お仕事終わりましたか？終わりましたか？なるほど、そうですか。終わってないのですか？いつ終わりますか？どのくらいで終わりそうですか？主人様とのチュー好きです。ご主人様、ショコラのムラムラと伝わりましたかにゃ？だって、大好きなご主人様ですから、当たり前にゃないですか。猫は素直なんですよ。気持ちも、体も。そのくらい、知ってますよね。もう、何度も何度も、ショコラとエッチ、してるんですから。ご主人様に知り尽くされちゃってますにゃ。じゃあもっとエッチなチューしたいです。主人様の唾、おいしいです。じゃあ、次はもっと。お兄ちゃん、ショコラ。ごめんなさい、その、僕。ちょっとお兄ちゃんとお話がしたくて、その、だから別にその、二人の邪魔をしようとしたわけじゃなくて。違うよ、悪いのは僕だから。恋人だもん、そういうことだって、その、知らないわけじゃないし。僕、何言ってるんだろう。ごめんなさい。僕、帰るね。
いや、今のは痛かったわけじゃなくて、ちょっといきなりだったからびっくりしちゃっただけで。お兄ちゃん、その、手離して。お兄ちゃん。ごめんなさい。何も言わずに逃げようとしちゃったから。だから、ごめんなさいって。その、あの可愛くて無邪気なショコラがね、あんな顔であんなことしてたから、僕すっごく驚いちゃって。恋人なんだから当たり前のことなのに、僕の方がお姉ちゃんなのに、その、ああいうことしたことないから、知らなくて。心臓が死んじゃうかと思うくらいドキドキしちゃって、頭がカーッと熱くなって、真っ白になっちゃって、足に力が入らなくなって、しゃがみ込んじゃいそうになっちゃって。それで、なんか、わけわかんなくなっちゃって。お兄ちゃん、ごめんなさい。ココちゃーん。ショコラ？ショコラ？何？ココちゃんこそどうしたの？そんな顔して。そんな顔って、別にいつも通りだけど。嘘つき。すごーくエッチな顔してたよ。エッチな顔って、そんなことねえ、ご主人様、ココちゃんめちゃくちゃエロい顔してましたよね。お兄ちゃんまでそんなこと。じゃないか、ショコラのあんなエッチな子を見ちゃったんだから。本当は自分でも分かってたんだね。ココちゃんもそんな顔してたんだよ。ってことはさっきのショコラと同じくらいエッチな気分だ。急に肩とか触るから。にゃーって可愛い声出してたもんね。ココちゃん、お昼の時ご主人様にエッチな目で見れるのって聞いた時からスイッチ入っちゃってたでしょ。やっぱりわかるよ、同じ猫だもん。もしかして
様とエッチなことしたくて戻ってきてたり？そんなこと。目で見られてるのかもって思ったら嬉しかったから、ですってご主人様。猫は最初の発情期が終わったら最初みたいにフラフラになったりすることはないですけど、でもスイッチが入っちゃったら我慢できなくなっちゃうんやよね。大好きなご主人様のエッチなところ見ちゃったらショコラだって我慢できなくなっちゃうもん。ね、ココちゃん。お昼は返事聞けなかったけど、もう一回だけ聞いてもいい？お兄ちゃんは僕のことエッチな目で見てくれる？お兄ちゃんが僕なんかとエッチしたいって思ってくれるなら。ご主人様、ココちゃんにここまで言わせていいのかにゃ。お兄ちゃん、それって、お兄ちゃんとなら僕もエッチなことをしたい。じゃあエッチに関してはショコラの方がお姉ちゃんだから、ショコラに任せてね、ココちゃん。でも、ね、あんなにたくさんエッチして愛してもらった上に、こんな風にお兄ちゃんのこと独り占めしちゃっていいのかなって。ソコラとバニラの方が先にお兄ちゃんの恋猫だったのに。そんなことはあるわけないけど、でも僕の方がお姉ちゃんなのに、お兄ちゃんのこと横取りしちゃったみたいだ。本当に嬉しい。僕、すっごい
部幸せな猫だ。世界一幸せな猫だよ。僕もお兄ちゃんの恋猫だって思っててもいいの？僕のご主人様はしぐれちゃんだけど、それでもお兄ちゃんのこともご主人様って思ってもいいのかな？じゃあ今日はこのままギュッてしながら一緒に寝てくれる？お兄ちゃんにギュッてしてもらってると、僕みたいに背の高い猫でも女の子だって思えるから嬉しいんだ。しててくれる？あとその、チューもしてほしい。